え、山登りで怖いものですか？まあ雨とか風とか雷とか熊とか、あと一眼レフ。こんにちは、イラストレーターの松田優です。今日はですね、私が山で一眼レフに関して怖い思いをしたっていうお話を、2つしたいんですけれども、1つは、八ヶ岳に登った時、八ヶ岳を縦走したんですけれども、最初に登った編笠山っていうのがですね、頂上がこんな感じなんですね。結構ね、こう急勾配とかそういうんじゃないんですけど、こう大きなね岩がゴロンゴロンしててね、足場が悪いんです。そこでね、まあ頂上についてね、自分では自撮りしながらやったーなんてやってたんですけれども、そして、その後動画には映ってないんですけれども、男女のカップルの方が、まあ30代か20代後半ぐらいの若い方が2人来て、で山頂に到着されて写真撮ってたんですね。でちょっとこう離れて見ていると、せっかく山頂に到着したのに2人ですけれども、1人ずつこうやって写真撮ってるんですね。だからなんか私もね、ちょっとこうかわいそうになっちゃって、おせっかいな気を起こしてですね、よかったら写真撮りましょうかって言ったんです。そしたらですね、その女性の方が、そうですかってこう振り返って、ここにね、なんていうんですか、このホルサーみたいな、なんていうんですか、こうカメラをね止めるバンドがこうあって、ここにね、こんなでっかい一眼レフがついてるんです。じゃあお願いしますって言って、この辺パチパチっと外して、はいって渡されたんです。でその一眼レフがですね、高そうなの、もうね見るからにね、素人でもわかる、このなんかボディ単体でうん十万円ぐらいするようなのをポッと渡されたんですよ。で足場悪いでしょ、緊張しちゃって、で足場悪いながらも、あ、そうだ、今の一眼レフってここのこの液晶モニターにモニター画像が出るから、それ見ながら押せばいいんだ、これ覗くよりはいいなと、この足場の悪い中でね、こうやって押せばいいんだと思ったんですよ。そしたらね、この液晶がね出ないんですよね、どうやっても。なんかちょっと向きがおかしいのかな、あれこうやるのかなと思って、でそうこうしてるうちにね、ピッてね、ここにね Wi-Fi って文字が出たんですよ。前から出てたのか、私の操作によってなんか出ちゃったのか、 Wi-Fi と思って、そこでまたテンパってる上にパニックになって、そもそも Wi-Fi ってタブレット使ってる時とかパソコン使ってる時は Wi-Fi っていう単語は私の中にちゃんと認知してるんですけど、カメラを持った時に Wi-Fi って出たら、え、 Wi-Fi って出たけど、 Wi-Fi って何、 Wi-Fi ってなんだっけってね、もう半ばパニックになってしまったんですね。でこれはもうちゃんと聞いた方がいいやと思って、その女性のとこ行って、すいません、ここのモニターが出ないんですけれどもって言ったら、あ、ごめんなさい、そこちょっと液晶トラブってて出ないんです、ファインダー覗いて撮ってくれますかって言われたんです。もうこうなったら、なんかいい写真を撮ろうとかそういうのよりも優先順位としては、これを落としちゃいけない、ぶつけてもいけない、もうその足場作りだけ精一杯頑張って覗いて、なんとか 2,3 枚撮ってあげたっていうお話でした。もう一つのお話は、まさに、今年ですね、奥堀弁治編で唐沢小屋に泊まった時、到着して唐沢小屋に泊まって、まあ私が泊まったのが8人ぐらい寝れる部屋だったんですけれども、まあ、その中に4人、泊まったんですね。で私がいて、まあ、40代ぐらいの男性が1人、それからあと2人が、70を過ぎて、まあ、社会人を引退されてから旧友の2人で奥穂高を登りに来たっていう
ね、年配のベテランの方だったんです。もうすでにあの奥方を雨の中盗聴されて降りてきたっていう話だったんですけれども、そのうちの一人の方がですね、まあ、私なんかとねこう雑談してるうちにね、いやー頂上は大変だよ、雨で、あんたたち今日行くの、明日行くの、気をつけた方がいいよ、風もすごいよ、俺なんかねいいカメラ持ってきたんだけどね、このちっこいデジカメしか使わなかったよ雨で、なんて言ってたんです。あ、そうですか、なんて言って話を聞いてたら、まあ、それでも使わなかったこのいいカメラ、一眼レフ、これもまた高そうなんですね。それも、まあ、ザックの中入れたけどちょっとこう湿ってるから念のため、まあ、よく拭いて乾燥させようとして、その部屋の中でこう開けてね、こうレンズも撮れるんですよね、あれね。でボディを拭いてレンズを拭いて、レンズもねこんな高そうなのいくつかあるんですよ。それをこう綺麗に並べてね、こう乾燥させてたんですね。で私はもう到着してビール飲んでこうちょっとうつらうつらしてたところで話を聞いてたんですけど、その年配の方2人はあの、じゃあビールでも飲みに行くか、どうだいあんたもみたいに誘われたんですけど、あ、私さっき飲みましたからって言って、あ、そうかいって言って、その他3人の方でみんなビール飲みに行っちゃったんですね。で私はうとうとしながら、あ、そうか、あ、でもなんかさっき飲んだビールがちょっと効いてきてトイレ行きたくなってきたなと思って、待てよと思ってふっと振り返ったら、畳の上にタオルが敷いてあって、そこにその高そうなカメラ、レンズ、その他私には分かんないなんかこう付属品がね、綺麗にねディスプレイされてるわけですよ。私これ部屋留守にしたらどうなっちゃうの、これ、こんな山小屋なんてこう飛ぶすまで誰でも入ってこれるような状況で、この光学カメラ、どうするのこれ、早く帰ってこないかな、いや出てくわけにはいかないでしょうってやって、結局ねそのねいいカメラをねそこに置き去りのままトイレに行くのが忍ばれてしまって、私50分トイレ我慢しました。えい、50分したらね、そのおじさんの、あの年配の方の片方の方が帰ってきてくれて、あ、すいません、あのこのカメラ、あの私ちょっと部屋留守にしようと思ったけどとてもいけないって言ったら、あー、わりわりって言ってしまってってくれました。はい、いかがだったでしょうか。まあ今日はしょうもない話で申し訳ないんですけれども、私がその山登りに行くときに、結構怖がっているものの一つに、一眼レフの高級カメラがあるよっていうお話でした。それではまた登山動画かハウトゥー動画かバイク動画でお会いしましょう。紅葉登山行きたいな。それではまた。